未来の担い手、汚い僕の手、やっとやっとね、掴んだこの手、汚い僕の手、未来の担い手、天まで天まで、その手伸ばせ、未来の担い手、汚い僕の手、やっとのやっとで、掴んだこの手に、汚い僕の手、未来の担い手、天まで天まで、その手伸ばしてほしい。見た目とは裏腹にどうしても億劫なんで、歌う場所とか、作るものとか、人一倍時間がかかるから、なかなかね、長いことやってても人前に出る機会っていうの少なかったんやけど、もういいかなと思って、どんな形でもいいから、もっといろんな人に会いに行こうって最近すごい思ってるんで、コロナもあったから余計やけど、2022年後半は月に1回ぐらい地方にライブも呼んでもらってお世話になって、ようやく月1ぐらいで遠征もし始めて、大阪もちょっとずつ音出して、なんかこのまま、来年はもっともっと体1個でちょっと音出す場所があれば、何かあればぜひ今回体使ってください。そんな場所に、心から出向きたいと思いますんで、あと2曲ありがとうね。見つけなきゃならない日が来る。地べたを走り回って探し物はなくても胸を張って立たなきゃならない日だって来る。土砂降りだってのに平然を装ってボロボロのタキシードで清掃。正しさとは何か
あいつの声よこいつの声が眠れない夜を作ってまた正されて、あの頃の少年はまだあそこに突っ立ったまんまで、偉そうに言おうとしたり申し訳なさを仕事して突っ伏したり、そうこうしてるうちに幸せってことに気づく、そう気づかされるんだ俺らは。それは普段どこにでも転がっていて何よりも潔白で、些細な場所にしか思い出せないから俺らすぐに忘れるんだ。それは普段誰しもが知っていて体の奥の奥にあるから、些細な場所でしか思い出せないから俺らここに帰ってくるんだ。それは普段誰しもが知っていて何よりも潔白で、些細な場所にしかいてくれないから俺らすぐに忘れるんだ。それは普段誰しもが知っていて体の奥の奥にあるから、些細な場所でしか思い出せないからここに帰ってくるんだ。紹介しますんで、何らかしらの形でアクセスしてもらえたらすごい素敵な場所でした。また絶対僕も行くし、んでもってセカンドアルバム、サードカセットテープまで作ってですね、そこから半年1年ぐらい曲は作ってなかったんですけど、シングルカットで2曲、ダチャンボっていうバンドのベースの人がトラック提供してくれて1曲と、あとこれはヤブズ .com っていう同い年のマイメンが作ってくれたトラックを、まあ、でもギター1本にしてるから全然違う楽曲なんですけどね、リアレンジして自分が歌いやすいように、最後、一番新しい曲悪い日誘ってほしいし、優しい言葉で
包んであげたい。手放し運転は怖いけど心は喜んでるみたい。建前取っ払った未来に一切合切受け入れ放題。険しい眉間を立ちてみたり、心の隙間にそっと手を添えたり。なんとかなる日、指差し笑い、今よりお近づきになって未来。何型何座何人カテゴリー、何人たりともあるべき姿をそこに示してる、ここに残してる。確かに感じてる胸の奥、いきなり立ち上がらなくてもいい。背中をちょっとさすってみたり、形が整わればゆっくりありのままに、なせるがままに。グッとくるグルーブずっと探してる、すっ釣り抜けるはと気がつく。愛も変わらず愛を忘れず、大切な何かはきっと必ず、誰にも迷惑はかからない。気の毒になる必要もない。この先もきっと道は長い。のらりくらり君も追っかけなさい。嬉しい恥ずかしい人生の切り売り、風呂敷広げて言葉のデリバリー、きっとあなたにもフィットするかも。そんな時間を今日は共有したいよ。そんな君を僕は好きだし、何より忘れないで欲しいのは、僕は君は一人じゃないし。嬉しい恥ずかしい、これ人生の切り売り、風呂敷広げてまた言葉のデリバリー、きっとあなたにもフィットするかも。そんな時間を共有したいよ。適当にディグったら水の泡さ。
たいゆえに、なすままに